皆様こんにちは。もうすぐお正月ですね。いろんなものを揃えていきましょう。今度はお正月にキヌアで松前漬けを作りたいと思います。数の子買わなくてもキヌアのプチプチで美味しいですよ。富澤商店で松前漬け用の昆布売ってます。あとキヌア、これスーパーフードね。あと人参、体にいいからね。はい、とにかく全部体にいいものを入れてきます。乾燥したまんまの松前漬け昆布のところにもういきなり調味料をどんどん入れてってください。そして最後の方はお水もちょっと入れて調整していきます。お酢がたっぷり入りますけれども、これで保存も効くようになります。お正月じゃなくても常備食として使われてもいいと思いますよ。人参は細く千切りにしていきましょう。だいたい 100g ぐらい入れます。キヌアは沸騰したお湯の中に入れて7分茹でます。あんまり長く茹でるとブヨブヨになっちゃうので、やってみた感じでは7分が一番良かったです。6分だと早いかな、硬いかなって感じでしたので、ぜひ7分目指して頑張ってみてください。余分なお水をさっと切って、さっきの松前漬けの丼に入れていくだけです。全部一つの丼に混ぜて15分くらい置いてください。完成です。たっぷりかけてあげると美味しそうって雰囲気になるでしょ、うん、ちょっとね、抹茶だけの色ってね、ちょっと地味で、ちょっと病院の壁みたいな色だから、この抹茶をいっぱいかけてあげるとすごい美味しそうになるんですよ、うん、健康そう、それでこちらのね、ピックでもあったらちょっと一緒やると完成です。抹茶のスポンジも焼くところから始めて全部で8品作りました。全部美味しくできました。えみちゃんクッキングでは簡単、ヘルシー、美味しい、美しいお料理をご紹介しております。よかったらチャンネル登録していろんなレシピご覧ください。